岐阜市一の坪町に存在した、名古屋鉄道の車両基地である。名鉄重商工業の岐阜工場があることから、名鉄岐阜工場とも称されていた。田上線一の坪駅・田上駅の間に存在した。広さは約一万七千平方メートル。二千五年四月一日、岐阜地区の六百ボルト線区の全廃により閉鎖された。 名古屋鉄道の岐阜地区にある600ボルト線区の、軌道線の路面電車の日常検査、月検査のほか、全般検査や改造も行っていた。また、岐阜地区の600ボルト線区の鉄道専用で、通常軌道線に入線しない車両の全般検査も、行っていた。なお、1997年以降は、車両の取り外し機器の全般、重要部検査は、 前儀検査場が担当していた。岐阜地区の600ボルト線区の全廃により閉鎖されたが、日本各地に車両を譲渡するため、車両の改造工場として使用された。岐阜市内線廃止以前には、福井鉄道の600系、610系電車の改造工事も行っていた。最後は、廃車置き場として使用されたが、2007年頃には、線路は撤去され、さら地となった。 さらちとなった後、土地を全都が買い取り、パチンコ店全都一の壺となっている。長住町時代の岐阜工場と、周辺配線岐阜県尺に入るには、中節駅から岐阜市内線、美濃町線を経由して、田上線を通らなければならなかった。そのため、岐阜県尺へ向かうときは、路面電車と同じ型の簡易廃章機を取り付けていた。 さらに車両幅が異なるため、深夜に改装されていた。カタウンの700型や制御車の区2320型などは、路面電車車両に牽引されていた。跡地は名鉄新岐阜駐車場などとなっている。1988年に、岐阜市内線鉄名町駅ながら北町駅間が、廃止された際に、各務原線新岐阜駅付近を岐阜中部、 未来白会場へのアクセスバス乗り場にするために撤去された。宇佐美明車両保守体制と、車両基地の概要、鉄道ピクトリアル第624巻、電気車研究会、1996年7月、46ページ。油、原誠、車両工場、検索の概要。 鉄道ピクトリアルナンバー4731986年12月増刊号 P27 電気車研究会1986年ありがとうございます。